日本将棋連盟所属の女流棋士。小林賢治九段門下。大阪府大阪市出身。女流棋士番号は32。1994年の女流アマ名人戦優勝を経て、1995年奨励会に入会。奨励会時代の2002年に、第60期名人戦七番勝負第一局の記録係を女性として、 史上初めて単独で行っている。奨励会では、最終的に一級まで上がるが2003年で大会、翌2004年4月1日に、女流一級としてデビュー。2009年、第2期マイナビ女子オープンではトーナメントを勝ち進み、挑戦者決定戦で、清水一応破って、タイトル初挑戦。当時、岩根は、 出産を控えていたために延期を経て、6月18日からの開幕になった。5番勝負の結果は、矢内理恵子に3連敗に終わりタイトルダッシュはならなかった。2009年7月8日、騎士との初の公式戦で、初勝利を挙げる。2010年、第18期倉敷東下戦では勝ち進み、挑戦者決定戦で、海智美を破り、挑戦者となる。 三番勝負では、里見かなに初戦に勝利し、王手をかけるも、その後に連敗で、タイトルダッシュはならなかった。2013年、一心上の都合により4月から休場。当初は、半年間休場の予定だったが、一年間休場した。2016年、第27期女流王位戦では挑戦者、決定リーグで4勝1敗で、赤組優勝。 挑戦者決定戦では、清水一応破り、挑戦者となる。しかし5月からの5番勝負では、里見かなに3連敗で3度目の挑戦も、タイトルダッシュはならなかった。2018年、第11期マイナビ女子オープンでは挑戦者、決定戦に進む。しかし挑戦者決定戦では、西山智香に敗れ、本気戦9期ぶりの挑戦はならなかった。相性は C ちゃん。 特技は、フィギュアスケートと剣玉で、それぞれ、将棋世界史の連載企画、岩根忍の将棋って楽しいで本人の実演シーンの、写真が掲載された。デビュー直後の2004年4月から9月まで、NHKE テレの将棋講座で、安倍隆史の良い手悪い手普通の手のアシスタントを務めた。この時アナウンサーの泉浩二と出会い、これをきっかけに2006年に結婚。 2004年から2年余り、村田千穂とのコンビで、関西将棋会関西都内のコンテンツ、お気楽日記を執筆。以後、お気楽コンビとして、セットでの将棋普及活動も行う。また、日本経済新聞のサイトである、日経ネット将棋王国において、高橋和の後を引き継いで、コラム執筆を行った。商談規定は、将棋の段級を参照。 ありがとうございます。